第9期麻雀グランプリマックス司会実況の日吉達也です。解説は佐々木久人が務めます。久さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。対局の準備ができているようです。第9期麻雀グランプリマックスベスト8 A 卓4回戦当杯の開始です。第9期麻雀グランプリマックスベスト8は一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルール。システムは半チャン5回戦を行い、上位2名が決勝戦に進出となります。4回戦はチーチャから藤崎、ナンチャ近藤、シャーチャ吉田、ペーチャ山田の並び、トンの曲ドラは急走です。さあいよいよ決勝進出者が決まる、この5回戦の戦いも4回戦を迎えることとなりました。さあ久さん、はい、トータルポイント出ましたがいかがでしょうか。まあ、あの本当1回終わってるのは数字ですからね。これは本当ですね。もうだから今、近藤吉田が盛り返して、はい、ここでもう一頑張りしとけば最終戦もまた面白いものになると思いますし、はい、で逆に言うと藤崎山田は、ね、同じような戦いにならないように取り戻したいところですよね。まさに40を超えると危ないと言っていた3回戦の始まりがもう真逆の展開で終わると、これはご覧になっているいただいている皆様にとっては目が離せない対局となってきましたね。まあね、合ってないようなもんですよ。もうそうですね、はい、これ、まあ、どういうのかな、最悪この半チャン4着になっても素点しっかり抑えることができればもちろん最終戦までしっかりとその可能性は残りそうですね、はい、さあトンの一曲ドラは急走、こちらは山田ペーチャでペーが統一です。親の藤崎、何やらゴツゴツとした手配になってきている。近藤はドラの急走が1枚浮いている。マンズの一気通貫などが見えるか。そして吉田は統一系の手配、ドラの急走が1枚。今度はドラ切りですね。ね、3ピアノしてもありましたけどね。ドラ重ね結構痛いけど。数ピン相撲の単野を逃したくないっていう感じですか。そうでしょうね。あるいはこれ数ピンチーしようっていうことですか。もっと言ったら。この藤崎の上しっかり流し出ないとやっぱりちょっと急走切りが少し合わないような。そこまでするしますかね。これで理想的。とにかくピンズでジャントが欲しい。あるいはイーマン引きが理想。イーマンは2枚切れ。イーマン引けると多分6球ピンになりそうですかね。リーチまでありますか。ありますね、述べたんで。ピンズでジャントができたイスチームは文句なくっていう感じですか。そうですね。さあペーチャ山田が仕掛けて出る。これでイーシャンテンです。ペーは1枚目から行きました。来たか、何ピンだそれは。数ピンだと数ピンはノーセンキュー。まあでもサブロッキュアのリーチかな。ノーセンキューながらここは折り合いを、うわっとっとリーチだー、サブロッキューマン、ね、ここは一つ近藤リーチと出ます。まあ言っても毎回毎回こうツモが効いてこうだってなるわけじゃないですかね。そうですね、こうにしっかり上がり逃さない位置というのも大事だと思います。はい、理想的とならずともしっかりと上がっていきたい、はい、山田もすぐにここは撤退の三層切り。ドラは急走、急走は通っています。これは急走シャーが1枚切れ、ここはシャーをいった、まあ、自身も重ねたいのはあるじゃないですか、チート位置で。そうですね、山田もすっと引いたね。はい、ここはもう近藤に任せようと。山田がわずかにリードして三者はもう横一線といった状況。サブロッキューマンは山田が2枚持ってるだけですからね。567ということは5枚残り。藤崎も親番とはいえこれではちょっと戦いづらいということで3ピン切りはかなり大きく回ります。ドラタン
吉田もまたちょっと冷静さを取り戻したような打ち方になってますか、うん、なるほど残り2回になってね、はい、荒ぶってもしょうがないっていう感じも出てきて、うん、あとポイント状況もここまで詰まればそう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 、ね、もうあとは、うん、方位獲得のその実力がいかんなく発揮されればこの状況からの挽回も十分に可能でしょう。詰まったか詰まりましたか。これ9万ちょっと危ないかな。チーマンのワンチャンスですもんね。いやこれ9万今もワンチャンスだね。ウーマン、なるほど、ミャンワン通っててウッパーワンの方のワンチャンス、ね、そうすると2枚しのげると、うんうんうん、ウーワン通せば。いずれ危ないならばね。そうですね、その次のことを考えて、はい、これでウーワンとリャンワンと2回しのげて、ただ近藤からすればこれはノーテンパップの方がありがたいかもしれないぞ、わずかですが、まあ親の藤崎の親をしっかり流せれば一つ一仕事 OK っていう感じですもんね、ここは、はい、しかしサブロック9番どこ行っちゃったんだ、まだ5枚あるぞ。スーピンが長筋になった。パーワンがどうなるかですか、その後ね。一応これでイーシャンテンはキープしつつという構え、うん、吉田です。山田もイーシャンテンになったぞ、うん、テンパイだ、スーッと取れした。あ、ウーマン筋かこれ。あー、テンパイ取った、スッチーマン勝負だ。あ、違う、スッチーマン切らずに、うん、テンパイを狙っていく。ピンズは切りやすいと。そうですね、トンは藤崎に流れてきた。これは打たないな、多分打たないな。何が打てるか、チーソーが打てるか、急速速いしチーソーだな。あ、トンか、トンだ、トンがゲームズでしたね。なるほど、いやこれはどういうことになるのか。まだあるんですよね、山ほど積もれず。いやこれ山田がテンパイ入んなければ、テンパイだ。ローピンは中筋か、まあ、9ピン通ってますか、通ってないか。サブローピンは否定、いやワンチャンスですね。いや打たないか、いや打つか、どっちだ安全にしのぐことはいくらでもできます。テンパイ量大きいと見るか、それとも法廷ですもんね。法廷です。切った、近藤山田の2人テンパイで流局。しかし近藤の上がり牌は何枚ワンパイに取られたんだ、おそらく4枚ほど、うん。さあトンの2局1本場となります。親は近藤です。いよいよこれは最終戦までわからない勝負となるのか。まあ打点のことも考えたかもしれないですね、山田ね、当たった時に、はいはい、何点まであるか、まあ球速結構切れてたし、うん、このローピンでトンって言われた時にはまあリーチ配定の2班が確定して、はいはい、あとはどうかと。その他にね、単品とかなければ、はい、押すだけの価値はあると。うん、うん、それは今度吉田の手がいい、まあ、あとはリーチの時でちょっと間がありましたよね、うん、それをちょっと不満足なリーチなのかな、みたいな、さあこちら藤崎トンから合わせる格好か。吉田は3色、はい、山田はトンから行ってやる気満々といったところ。いやー、役牌からガンガン切り出していく。親の近藤は統一が増えてきている。ドラは初です。吉田も広げていく。
さあ 1,2,3 理想通り仕上げることができるか、うん、山田はこれで単品系に向かいます。まあ、崩れてピンフでもそんなに悪いくはないですよね。そうですね、まあ、どうしても高打点仕上げなきゃいけない局面でもないですけど、うん、近藤の絵をしっかり流すのも大事な仕事の一つかもしれません、うん、さあこれがこれで山田は両面両面のイーシャンテン、一応仕掛けの効く形でもあります。あんまりなかなかそのイメージですかね。うん、まあこれは致し方ないところ、ドラの初は切らずにペンチーソの部分を払っていきます。リャンマンはチーテン取らず、うん、違います。まあ、バタバタと切られるようだったらチーテンも入れるかもしれないですけど、うん、はい、こんな早くからああ、いいシャンテンですよ。そうですね、超いい形、これは嬉しい。ドラ重なり、近藤チャンス、3回戦に続いてこの手をチーピンじゃダメ。お、がしかしここまずサブローマンの方を固定していきました。あれサブローピンが結構きつい、うん、あ、これはウーアンスーアンか。はい、マンズの方に手をかける、ね、チソイスーピン、あーここは2つ目のウーマンで仕掛けた、うん、これはむしろ好判断になるかもしれないぞ、うん、どっちで仕掛けるかもね、結構難しいんですけどね。あの、そうですね、ウーピン切りもありそうですね。サブローピンがめっちゃ捨てられてます、うん、ウーピン切りありますね。ウーピン切りだ。ローピンはもう今度の目から目に見えてない。3ピンも2枚投げられ、あーパーバンだー。これは2差しでない、差し5でないでよかったのパターン、うん、この1杯逃して上がりのがリーチ言われることありますよね、うん、しょっちゅうありますよ。なんで俺はこっちで泣いたんだみたいな、うん、ナイス判断でしたね。そうですね。さあトンの3局、親は変わって吉田はベスト16の戦い4回戦終了時、厳しいポイントから大逆転でこのベスト8まで進出してきています。もう最後の親は1回で通過みたいな感じだったんですよ。お、はい、荒ぶったんですか。荒ぶりましたね完全に、はい。あ、ドライピントイツは山田だ。これはチャンス。ん、近藤もドラ引きで一気に手が締まる。さあ山田ドラ統一ですが、これどういった最終形を描きましょうか。うん、いいピンですもんね。まあチー統一だとか、はい、場合によって一枚切る形もあるかもしれないですけどね。うん、お、吉田もいいとこだ。ああ、ソーズで一目つながってしまった。まあ、次の統一で多分チート統一に行きそうな感じがしますよね。うん、そこのあたりが分岐点になりそうですか。家系が多いですからね。はい。ちょっとメンツ手を見るにはあまりにも心もとない並びと言えるかもしれません。今度はドラメンズ完成していて初が統一、ここで急走が重なってきます。さあこれで3色も見えるが愚形と付き合うかどうか。うん、ここは感知層をシンプルに払っていく。白の重なりはまだメンツ手の可能性も残る。ソーズ安し両層2枚切れ、ムズ両万も2枚切れ、うん、ああ3ピンいったね。チート率やっぱり、おー、チート率の両シャンテンですね、うん、この状態で白が出たらどうするんですか。いや泣かないでしょ。泣かないですか、うん、もうこれはチート率ほぼ決定と、うん、泣く前提だったら例えばね数層払うとか両層、はい、払うとかで EP2 枚使う形ができるじゃないですか、はい、泣いても。なのにもかかわらず両面を切ったということは、うん、どうやらチート率、はい、さあ近藤が仕掛けてイーシャンテン、これは1枚目の初からちょっと動きも激しくなってきてきましたね、各社、
なにこれだとまた仕掛けありますよね。はい、どういうつも把握が浅いところにいてくれればいいんですが、しごろもある。いやー、この上位2名が決勝に進む争い、4回戦に入って激しさを増してきた。これはチアンパンか、あるいはリャンウーピンというのもあるか、3ピンスーピンもあるか、ウーピンが2枚切れ。しかしここはチーンパーワンを払っていく。どうなるんだ。近藤は初をポンしてイーシャンテン、吉田がしごろのイーシャンテン、ウーソーが2回も来た。藤崎は形はいいんですが手が進まない。さあ、仕事しごろの両天秤だ。さあ、これはメンツ手ですか。そうですね、はい、白本店に備えます。換算層から地位っていうのもあるかもしれませんね。ここでの8000は非常に大きい。両万が場に、まあ、4枚見えたんだ。うん、ということで関連万払い。はい、さあこれで、まずは近藤がテンパやウッパーソー、まあローピン打つかになりますか。ここはね、3色だと差し子っぽい感じはしますけどね。テンパイの可能性を上げて目いっぱい3色をここで選ぶか。しごろは不確定系が結構多いから、差し子だとね3万1枚で、ウーソーとかローソー引いても、はい、まあ、スーソーでもいいし。どうしますか。手広さも込みでローピン、あ、3ピン打つんですか。なるほど、3万が2枚切れだ。そうか、しごろの方をどちらかというと強く見た。3万確かに今で3枚切れましたね。3もない。嘘、これは入れ替えることができる。両層は全員通ってるね。ハークどこいて、藤崎はもうかなり深く引いています、うん、トンがアンカーになりましたが結局は折りを選択。そのまま近藤のツモ上がりだ。初ドラ1、500戦のツモ上がり。4回戦は山田と近藤がかなり躍動しています。じっと身を潜めているのは藤崎といった印象。ただまあ点数の目標は非常に少ない。そうなんですよ、まだまだ予断を許しませんよ。さあ、トンの4局、ドラは3ピン、親は山田です。緊張感を、3ピン2枚。またしてもトイツがやや目立っているようには見えますが、いいピンからいかないか。いかないで、いそうから2ピンも採用しようってことですね、うん、メンツでも強く、はい、まあ、かなり意識してるということですか、うん、あ、みんないいな。藤崎も近藤も2メンツずつできている。あ、藤崎はまだ1メンツ。さあ、またしてもチートイツイシャンテってことは E ピン、あ、そうですね、うん、ここでの9600とかはグラッときますよ。報酬した飛行は、うん、さあ慎重に選べたい。キューピンは1枚切れ残して、あ、もうこれはチートイツ目いっぱいっていう感じですか。そうですね、待ちごろのパイを探していく。できるだけ世代派手にしたくないですけど、はい、でもやっぱりリーチ打たないからな、おそらく、はい、派手になっても自分が重ねやすそうな牌を残していった方が、はい、うん、いいってことですね。もうここ目いっぱい選びたい状況っていうことですか。はい、
今度も広げていくぞ。いやもうこれもう毎曲が勝負曲ということにもなり得る。むむ、残して今一応メンツでの保険もかけたか。どこをあと狙い頃にするかですよね。はい、どうですか。9ピン1枚切ってる人がいるぐらいか。ピンズ下は E ピンが3枚切れてますけど、結局ドラが3ピンですからちょっと信用しきれないような気もするが、シャーも切りましたね。そうですね、やっぱりこれはメンツ手はこぼしたくないという意思の表れか。どう出るか。うーん、この辺りも残していきたいところでしょうが、まあ、両天秤にしておくと捨て合いがそんなに目立たないことが多いですよね。そうですね、うん、確かに穏やかな捨て配送にはなっています。でテンパった時に多分その後変える方向でいくと思うんですけど、はい、メンスでやっててどうせ上がりづらいパイになっちゃいますもんね。はい、なかなかちょっと理想通りのツモとはいきません山田。この隙を縫って三層がよしと見るか。うーん、しかし決断しきれない。さあこれで藤崎が、ただまだ少し時間はかかりそうだ。今度はいいシャンテン。苦笑いって感じですか。そうですね、ちょっとツモがうまく噛み合ってこない。藤崎はパースを積もってきたが、ここは手から打つ。シャーチャか、シャーは先ほど山田が1枚切ってますね。バンダ1枚切れ、スーピンリアンピンいけるか。ドラ受けをどうするかといったところだが、ここは換算ピンのターツを払っていく、うん、スーピンが2人に現物。はい、さすがにもチートイツで、はい、ね、テンパイだ。9案がどうかですね。1枚切れ、ここは闇天。シャーであれば上がれます、うん、9層、これでメンツのイシャンテン。ロソポーしました。トイトイですね。おお、なるほど。まずは一旦テンパ揺れて、うん、親の権利は維持しつつ、うん、もう一つなければトイトイのテンパイです。あれ、三ピンが山にある2枚。え、ということはむしろウーワンローワン、近藤さんがね9番を逃した形になったんでね。あ、なるほどなるほど、ちょっと嫌なんですよ。なるほどなるほどなるほど、はい、こういう時ちょっと嫌なね。嫌ですね。ウーワンローバーも1枚ずつある。仮に急走が出たら大民間でしょうか。なるほど、リンシャンツも狙っていこうと、ここにウーワンが1枚来た。シャーも1枚あるぞ。あ、なくなった。ウーアンローワンがなくなったということは、山田はあとは急走大民間からのという、うん、その上がりがあるかどうか。宇崎さんの白は、藤崎の白は1枚あるかな、山に。そうですね、おお、ここはまずこれ K 点ですね。そうですね、はい、サブロー9ピンの役なし天敗。やべえ、ドラだ。うん、ということは藤崎3ピンが入っていった。入ってた。
さあ各社ツモ版はあと1回。藤崎あ天敗関数ピン粘った。藤崎さん相手か。相手ですね。ウッパーワン掴んだら大丈夫かな。おシャープオンした。あなるほど、パワーピンか。吉田に回れば、相手が回れば事件はなさそうですね、うんうんうん、うわ相手回したわ、あげると。へえ。僕はいらないんですと。うん、なるほど。ここはそれぞれ終局間際にいろんな動きを見せましたが、吉田の一人天敗で流局となります。みんながみんな天敗してるからってことか、はい、積もられたらしょうがないけど、一、うん、人でも多く下ろそうと。山田がもしね敗手で打つのこともあるかもしれないから。うん、さあトンの4局一本場です。山田連チャンに成功、成功というかドラドラだったから上がりたかったのが強かったが、うん、まあただ難しかったですね。うん、伸びも効かなかったし、はい、さあドラはチュンです。ピンズで一メンツ、ドラが1枚浮いてる格好。藤崎にもドラ1だが、形はこちらはかなりいいぞ。そして近藤、メンツはない。吉田もメンツなし。あ、一メンツ完成しました今。吉田の一人脳天って書いてあるね。今なんて言いました？山田さんのかな。気にしてもなかったけど。そうか、助け合いでお願いします。吉田の一人脳天で流局となりました、はい、失礼いたしました。親のあらば面白かったね。面白いのはみんな面白いけど、僕がどんだけあらさんにもう顔向けできなかったか。辛い日々でしたよあれは、うん、言ったことに気づいてないんですよもう投資だもんね。言ったって。そうです、脳みそだいぶ腐ってきましたからね。わかりますよ。記憶力とかもどんどんなくなってるもんね。本当に。全然何にも覚えてないみたいな時ありますからね。さあ吉田トンが重なる。ドラのチュンの行方が気になる一曲となりそうです。これで想像に向かいます。吉田はこれで役なしのイシャンテン。藤崎はチュン短期までっていう感じですかね。どうなんでしょうか。パースを引くと一応役割の3面待ちにはなるんですよね。打点作るっていうよりは、はい、まあ、上がりやすさも大事かもしれないですね。言ってもこんだけ接戦ですからね。大接戦ですよ。順単期は結構ギャンブルになるところもあるかもしれない。これで両面三面ちゃん。さあ藤崎の選択はいかに。想像が高いな。てか近藤のところだけ高いのか。吉田山田からはかなり捨てられている。さあこれで山田が逆にこちらはチュンを狙っていこうかという感じのイシャンテンにしましたね。どっちに来るかでだいぶ変わってきますね、うん、いやサブロッキューピョの逃す格好、まあ、ここチュン短期に向けて目いっぱいという感じでもありますが、うん、当時ウーピンが2枚飛んでたんだ。どうなるかね。ちょっと伸ばしづらかったか。がだけにこのウーピンを引けたらこう。わあ来たのね。来たのね。うおシャンポンでリーチだ。ありますわ。それはやめになりそう。ドラが浮いてるだけに藤崎はここで撤退となるか。いやそうですね。さあうわいった動いた。シーツか3万とチュンのシャンポン待ちは山に3枚もある。抜け出すか山田、それとも阻止するか近藤。
近藤もまだかなり形は厳しいだけに、できればテンパイあるいは上がりまでいけたらいいなぐらいの仕掛けです。うお、逆に吉田はあ3万待ち、同じ3万待ちだ。吉田ペン3万、山田が3万チュンのシャンポン待ち。さあこうなると吉田に任せるか、近藤任せますね。どうだローマン、ういけるか、酸素なのかな、いけないか、いや脱落したくないからやっぱ酸素ですよね。あここでの補充は致命傷になりかねない。ここで吉田一旦迂回、うん、まあ仮に小山クラス打っちゃうと最終戦大変なんで、はい、まだここで粘って、うん、ハンチャン自体もまだ残ってますからね、はい、ナンバーマルマル残ってるから。お、これは何でしょう、これテンパイまでいけます。イースーマントナンは全部通ってないんですよね。強ったー、これはこれは大きすぎるな、大きい。リーズモドラドラ3球は4戦オール、これはこの4回戦を、まあ、ビサながらのトップ目で迎えていた山田がこの半チャン抜け出すと最終戦は3者での争いということにもなりかねない。抜け出したか、あとはまあゲーム回しですね。この半チャン最低これで終われればもう今50ポイント以上、このまま終われば50ポイント以上離しますので、それはターゲットから少し外れることになりますよね、はいはい、いや通過に向けて山田一つ大きな上がりを決めた。さあ藤崎は初があんこ、ドラがパーマンです。うーんドラドラ、まだまだ予断を許さない戦いが続く。吉田が仕掛けた、ガチャガチャしてきたぞ、ガチャガチャしてきたね。あ山田もいい形、ドラのパン、うーんローピー、はい、一色もわずかに見えるか。さあ近藤この手はしっかり決めたい。みんな山田以外の3人は浮いて終わりたいですからね。そうですよ、そうすると、まあ、最終戦楽になる人もいれば、はい、まあ、可能性がかなり残る人もいるし、うん、大事な大事な4回戦。吉田は白をポンしています。いや山田いいシャンテン、もうカンパーマン嫌ってますからね、うん、ビンフのいいシャンテン、あ来た、もういつか行ったカン3万なんでもあと自敗仕掛けますね、はい、さあこれで今度も一つ、形が決まったようなレアンシャンテンです。吉田は形がかなりきつい、目いっぱいかリーチ前提にはしない、もうこうなった、パーピン2枚切れか、あー絶好、嘘でしょう、なんちゅんどっちも役配ですよ、高い。藤崎さん浮きで終わるようなことがあると、うん、かなり有利になるな。サブローマンチーからあります、サブローマンチーもあるんじゃないですか、あるな、悲しなかった、キューピンか、どうなっちゃうの、ペイは役配、本一まである、そこまではどうでしょうか、そこまではどうでしょうか、うん、そんな状況じゃないかもしれない、はい、きたー、嘘、やばいやばいやばい、噛んだ、やばいよ、面本、これで引ければ3-0戦、いない、面本役役、これは被害者が出てしまう、被害者が出てしまう、まだ9ピンじゃない、被害者が9ピンでしょ、いや危ない、被害者が藤崎の手裏剣が刺さってしまった、ね、ここまで忍びに忍んでいた藤崎、そうだ、ね、手形中やっぱ3万か、手裏剣一発8戦の上がり、ね、被害者は近藤、これはトータルポイント抜け出していた2人がここまでリードを持っての厳しい、難入となる、いや4回戦近藤吉田が頑張り、
その可能性を全員に残して迎えた4回戦で再びそのリードが広がっていく。ただナンバーあるよまだある。そうさっきもナンバーからだった、はいはいはい、その通りやり返すしかない、うん、さっきのこの半チャンでやっぱ踏ん張っておきたいんですからね。そうですよ、大事な大事な4回戦、たとえマイナスするにしても素点はしっかり抑えて最終戦に望みをつなげていきたい。ドラワリアンピン一つ総合ポイントを確認した藤崎。うん、もう一度目をやる。吉田の手の形は整っているぞ。観浪マンが入って二面つ完成の山田。今こうやってねスコアが会場で見れますからね、はい、今の点差とか。そうですね、うん、俺はこのままの順位で大丈夫かなとか、うん、もうちょっと広げておきたいなとかいろいろありますよね、うん、もう山田としては一つこの藤崎の親は終わらせておきたいですよね、そうすると、まあ、3人で競ってくれるような最終戦を迎えることもできそうです、うん、自分はターゲットになりたくないですもんね。なりたくないですよね、そのためにはこの藤崎の親を流すことが非常に大きな仕事となりそう、はい、さあ山田これでピンフのいいシャンテンとなりますが、リアンシャンテン戻し、さあ藤崎貫禄層のターツができてリアン層切りです。二刺しのいいシャンリアンシャンテンは今度ドラも一枚あるし、はい、こちらが吉田もいいシャンテンです。さあ、うん、ここは6ブロック。さあ、これで3色いいシャンテンですね。出来上がりみたいなもんですね。はい。3番はどうだ？もう2枚。ちょっと仕掛けたくないような手ですが。あと1枚ですか、3番。あと1枚。仕掛けて2000点だもんね。そうですね。仕掛けはした、使いたくないが。チートイツのイーシャンテンとも取れます。ドラだ、あードラ天敗だが取らずだ。さあドラ、うん、数層から打ったということは数層引いた時のピーフ、うん、3万なくなった。ただこれ出る可能性があるぞ。あります、ね、これファーストを先に引けたら藤崎結構危なくないですかこれ、うん、3万あんこにならないし1層が2枚切れてる。出た時に1点かけられるかどうかですね。あとはションパイの3番ですからね。あそっか、ウーマン振り点だった。ただ残す手もあったが、むむリャンペイコーのいいシャンテンだ。いいピンがない。でもいいピンがない、無念、目に見えてないんですね、うん、ああ3万手残りしてますね。ちょっと危ないか。でも順目的にもうチーかな。12、10、確かに、ね、次が13順目ですからね。もうくっつき目いっぱいだ。さあ全員シャンテンだ。吉田は一度テンパイを外している。山田がテンパイだ、理想的なテンパイ。ただいいピンがない。お、3万これで出るぞ。さすがにチーだ、うん、チーだね。さすがにチー。いやなんと山田と近藤が一気にテンパイ。あ、パーソー、パーソー止めれずに近藤の上がりとなる。
三色ドラ1に1000点の上がりをものにします。山田としては自身が上がれはしませんでしたが、一つ大きな山場を一回超えたといったことになるかもしれません、はい、吉田も豊潤に回っちゃったけど、はい、まあ、打ったところ近藤さんでしたからね、うん、大屋とかに移れるよまだ全然よかった、はい、さあ4回戦は何の2局を迎えます。親は変わって近藤、ドラは老僧です。まあ、この藤崎が浮いている、自身が沈んでいるという構図はなるべく避けたいが大事な上番2メンツ、ゴロチがゴロチで2メンツできてる。いいえ、いそからドラ老僧ですね。おい、いいですね。こちらは吉田、山田はやや厳しいとなると、藤崎はこれからはしっかり両者の親を流していきたいところ。あら伸びてる、まあ、Q1 は払いたいな。払いたい、 Q1 が払えればそのもうその目の前には3球4セオールが見える、ね、そういうツモが来ればいいですけど、そういうツモが来た。一応いいシャンテン、はい、あとうん、吉田にもドラだ。まあ、どうせペンチーワのテンパイは取らないと思うんですよね。引いた時だけですもんね。そうですね、引いた時だけ。えい、きたー。 Q1 から R1 から、これ老僧を引いて6000ホールある。老僧2枚ある。つもチーワは見なかったですね。さらに手になったけど、そうですね、そう言われてみると、うん、もう形決めましたね。つも C1 からの6、7、8、3色もあったけど、ありますね。ですね、ローソーなんか引いて単品3色ドラドラみたいな、うん、闇天でみたいな。急走引きだ、リーチか、おだまてん、よくこれだ。天杯観浪マンやみて役なし、よくこれリーチしないでいられます ね、 ね、すごいよ、すごいなこれ。リーチ打って積もれば浮きに回れるんですけどね。はい、 いやよくこれ闇手にできるな本当に。サブロスを引くかスーピン引くかまで、あローピンだ、近藤の上がり、ピンフドライチ2900の上がり。いやリーチしたくなるような点数状況ですけどね。なりますけどね、確かに。さあ近藤連チャンに成功です。何の2局一本場、まずは原点といったところなのかもしれませんが、ドラはローマン、近藤の独特の間合い、ああいいかもしれない。ローマンあったら最高、ローマンあったら最、いや数万で全然 OK。 これもいい手形いいですね、またね、うん、吉田ドラはあるもののメンツはない、厳しい手配だ。山田もきつい、藤崎はきつい、近藤チャンス、これはチャンスだ。はい、行った、はい、大きく行きましたね。ターツを起こす格好ですから ね、 ね、いやこれはスピード的にも圧倒してるぞ、うん、でも E1 いい打ち方ですね。はい、高打点を見据えつつ光景を見ていこうと、うん、こうなったらどうしましょうか。3ピンかな、チーマンだ、ほー、ローマン引きからの3面形よりスーピン引いての3面形の方がちょっといいっていうことかな、うんうん、まあ、小さパーソンのとこ重いですよね、7788のとこ、うん、そこをこの段階で外すのはちょっと打ちすぎですか。ちょっとそれはやりすぎだと思いますけど、うん、サーリアンソーが頑固になった。吉田は単位を形でまとめたい。山田はこれはもう一旦お休みでしょう。
藤崎はソーズが多い手合いです。ソーズが連冠になります吉田いやー圧も効かない、かなりの高ハイパイだったんですが、さあ吉田がじわじわと手を伸ばしてきます。タイヤをつけて仕上げたいですね吉田はね。仕上げたい、2300-5200まで持っていきたい。来たぞ、1枚目の架け橋。 G1 がちょっと痛いんですけどね。はい、おー大半だった。これはちょっと仕掛けずになんとかリーチまで、うん、ただローソー2枚切れですしね。はい、どういう判断なるか。スーソー引けるか、スーソーあるぞ。これでいや良くなった。8万も2枚切れてる。あれあれ3層も1枚切れてる、ね、よむしろこの形にしたな、うん、いやこれローマン引いてきてみたいな変化。うそー、あー来たー、リャンウーピン。これはもう考える中で一番いい仕上がりになったかもしれませんね、はい、リャンウーピンの見た目もなんか良さそうですね。 いやいいです、4枚残り、うん、ここで2003期は近藤が痛い。吉田近藤、ここでラスを引いた方はかなり最終戦がきつくなる。さあ現状では藤崎に対しての挑戦権をどちらかが握るという戦い。どうだ、チーソー打つんでしょうか。現物6球そのまま薄いですからね。はい、ここには期待しづらいという考えもできそうだぞ。さあ吉田のリャンウーピンは4枚残っている。近藤ここはゆっくり考えます。ローピンはちょっと切れないですね。その後のウーピンが危ない。あーローピンになっちゃった。リャンペイコー見たんですか。チートイズある。ウーピン積もった。吉田ここで一発決めてきた。リーズもタンヤオドラ123900、一本場の上がりとなります。いやー現方位吉田ここは一つ意地を見せた。最初これであとは藤崎を、まあ、沈めて自分が浮くようなことになれば、これは一気にその差が縮まってくる。逆に藤崎にとってはこの吉田の親をしっかり流したいぞ。いやーすごい争いになってきている。近藤さんもあと残り2局ですか、はい、あ浮きなんとかキープできればね、あと8200上がればってところですね、はい、現状で今30ポイント弱の差ですね近藤と藤崎が、うん、さあドラマチューン、あれドラマチューン、あれどうだ、リャンソーだけか足掛けるのは。リャンソーごやんここれを上がったらもういよいよ3人でどうぞっていう戦いになります ね、はいはい、あ吉田が早いぞ。いい、ね、山田はこれを決めたい。これを決めてしっかり決勝への切符をつかみたい。しかし三者ともに手は悪くないんだ。特にこの親の吉田が目、吉田の手が目を引く。リャンソーが薄いからね。そうですね、イーソー3層でジャントできるとか、まあ、リャンソーまだ1枚あるのか。それでも1枚ありますね。ただ吉田に入ったらリャンソーは出てこないですね、うん、さあこれで一歩前進だ。まず2面詰めが完成。ドラのチュンガン、この山田の手配、ただ三者の手もすごくいい。これで藤崎チートイツイシャンテン、吉田の親しっかり流したい。この3点敗なんと、ただ打点的には外す、うん、タンヤオか吐くか、まあ、2局でいくことを考えると、はい、まあ、1000-2000ぐらい、まあ、最低作っておきたいところですか。あ、いそう重なりましたね。これはいいよ、いいつもりでした。大きいですね、はい、あとはどこでターツが生まれるか、うん、吉田がいいシャンテンだ。
まあ、これでパーソーシか。これでチートイツは見切ってメンツテのイーシャンテン。さあ誰だ。あー、これで絶好だ。もう連想を全く必要としなくなった。これで山田はもうチーテンですか。チーテンですね、はい、6球ソスチーマン、うん、うわースーマン泣けたぞ。これ球走めちゃくちゃ盲点じゃないですか。タンヤオでいいと思わせといて球走掴んだ人は辛いぞ。球走は掴ませたくない誰にも。球走掴んだら辛すぎる。藤崎が掴めることだとまた面白くなるのか。いやもう本当ですよ、うん、藤崎沈んだら大変なことになりますよ、うん、いやこれで目いっぱい構える手もあるし、いいピン打ちか、数層ってのもありますか。差し子とかに差しとかを、いやでもウーピン引けば別にそれで一気に振り返ることもできるか、うん、いいピン目いっぱい。6球層はどこに行くの。あー怖い、あー怖い。だってこれ球層今全員切っちゃいますよ。切っちゃいますね、はい、あー怖いできれば誰にも被害がないようにつも上がりに、うーん、あイースワンかタンヤオのシャンポンかリーチ行きたくないかな。ドラのチュンが1枚も見えてないんです。いや難しい局面ですね。これが藤崎流3万とパーピンのタンヤオの闇天。あこちらもタンヤオ天敗だ。一度天敗を外した近藤に天敗が入る。リーチ行くか。リーチもあるか。外すイーペイコーの猛違反を取りに行く。どうなるの、どうなるの、怖いよ怖すぎるでしょこれ。こうなったら藤崎ももう6球層は止まらないぞ。ピンフだ。6球ピンは薄い。うーん、せずせずせず。理想的天敗にたどり着いた。ただこれ球層現物、球層現物サブローピン第6球層怖いんですけど。いやー、ぶった怖いんですけど。現物だってばよしだ球ピン、球ピン出てた。ローピン当たり牌、これは行きづらいよ。当たり牌です。パーピンスか、現物、あパーソか。うわー藤崎さすがの粘り腰。どうなるの、ローピン止められちゃった。止められちゃったよローピンが。いったぞ3層、ビュシュッといった。やめんのかいやめるよね、あって上がり回し見えてんだもん。ピン上がこれどうなるの。近藤の上がり早藤崎に2枚流れてしまった酸素は通ってる、酸素は通ってる。どうなるのよ、サブローピンなの。いやウーピンもズバッとこれ中筋、うん、寄って急走も止まる恐ろしい忍者藤崎どうだ。でもいやーになっちゃう。パーソーワンチャンスになったんですよ球走。ああ追いついた。これ球走危ない、球走危ない、これ危ない、球走危ない。藤崎球走危ない危ない。いやこれ打っちゃうよ。うわドラ、いやこれ貫通から切ってるように見えません、さすがに。おかしいね、ちょっとおかしい、おかしい。いやこれ球走危ないよ、だってないもの。ちょっと待て、いやこれ球走よ、球走か。9万は9万なんて持ってないそもそも。いやこれね考えるだけすごいよ。いや異常事態ですよね、チュンこれ切ってくるんだわ、ね、これ貫通から切ってそう。いやー難しいね、考えどこだ。なっちゃうかもしんない。うわさすがこれちょっとね、さすがです。なんか涙出そうなぐらいすごい、すごい親の現物、これすごいよ、うん、やっぱりヒロのチュン切りがね、あこれあんこだなって思ったんでしょうね。おかしいもんね。いやこれすごいよ、ただ待たない、ただ待たない、粘れるか。
待たない。まずヒロから考えればいいってことですね。ヒロが何待ちかどうか、他に打つにはもうしょうがないってことだ。いやこれすごいね。でもね、いやこれすごいよ、ちょっと尋常じゃないよ、うん、この球走打たないのは。ヒロを中心に考えてるから。あと次こうなると親ですか。あ、今イーマン打てんのかな、どうだ。いやイーマンは吉田に通ってないんですよ、リーチの。だから数番で数番流してるんですよ。あ、本当だ、イーマン打てんじゃないですか。イーマン近藤さん、近藤さんの現物。ただまあヒロにあれかイースマンがあるかってこと。あ、球走持った、うわあ球走だ、やっちゃったと思う。球走で当たる以上はね。いやただこれよく止めましたよ、一回でもチーマン絞り出して。あと、いやこれすごいすごいことになってきましたよ、久田さん。これもう、まあ、言っちゃあれですけど、山田はかなり有利な位置になりましたよ、うん、そして言っちゃ申し訳ないですけど、藤崎の沈んだことは視聴者にとっては最終戦いよいよ目が離せないね。これ大接戦ですよ、すごいよ。うん、15ポイントぐらいにみんな入りましたね。あー、はい、これです。藤崎と近藤の差が15ポイント切ってますからね、14点で山田が、まあ、藤崎を60ポイント近く離したという、最終戦になりそうですね、どうやら。ただこのオーラス誰かが一人浮くようなことがあると、その人はちょっと有利ですよ。素点プラス順位点で回復することができるドラは3層。山田にしたってそんなシャニムには来ないかなってとこですよね。仕掛けてまでみたいなとこでしょうから、まあ、例えばリーチとかもらえばそこは素直に頭下げそうな、うん、やっぱ勝負は最終戦って感じですよね、ここまでリードを奪えば、はい、はい、さあこちら近藤浮きが一番近いのがそれでも吉田。そうなんですよ、これで初あんこでドラ1枚引ければリーズモで浮きまでいける、うん、藤崎もこちらの手配ドラ1枚ありますから、もういい班何か絡めてリーズモで原点まで戻れる。近藤は原点まで3000-6000ドラ引き、ドラかやりやんそうだ。吉田もリーチボ出すと一旦三着に落ちるしな。確かに、ただそれ以上に浮くことは大きいですよ ね。ただ無理するよりも最終戦可能性残してうんありますよ。久田さんらしくないこと言いますね。いや、 やっぱ歩くトーナメントとしてはそのトーナメント戦い方みたいなね。あ、はい、5しないって書いてありますよここで無理する、うん、無理しない手もあるんだぜ。そうそうそう、俺はできないけど。いや俺はできない一言余計なんだやっぱり可能性を残さないとね、どんなに劣勢でもね、はい、うん、それが大事ですね。そうそう、そういうことですよ。山田はここある程度シンプルに手は進めているというような印象ですね、うん、さあこれでくっつきですね。ピンフィーシャンテン、いやー大接戦となってきております、このベスト8A タク。うわこれ安冠ならリーズモで2003球だ。この初の安冠大きい、リーチまでいけるか。さあ両面変化振り点ですが、まあリーズモが欲しい。ここはあっさり振り点を受け入れ、急走切り、山田が天敗三郎走。まあ出れば上がる、はい、流局した時はどうするんですかね。不正もあるかな、不正もあるかもしれませんね。うん、これでドラメンツ完成。イーペーコを絡めれば2003球2004戦までいきますね。ピンフイーペーコ、うん、スーピンが藤崎の欲しいスーピンがあと1枚いったか、いってない。これローソー切っちゃうと当たりパーマン。
近藤さんもリーチ打ちたいですかね、やっぱり少しでも争点回復、キングドラ1でこれでイーシャンテン、いやみんなイーシャンテンだ、山田だけが天敗、振り点解消させるか、濃そうだ、これが山田の上がり、ピンフ1500点の上がり、これはまだ吉田可能性残してますね、検討決まって、ね、はい、さほど状況は変わっていません。さあ、何の4曲1本バドラはチュンです。ドラのチュンの行方が気になる、この何の4曲、何自敗が多いぞ、ソーズで1メンツ、これはトンから、こちらは近藤、吉田です。これで4統一の山田、うん、メンツが完成します。まあチートイツやりながら安全牌持ちながらって感じですかね。うん、ああ一色ですか、ドラドラかダムなんかの本一決めれば原点復帰は大きな上がりになります。藤崎、来た、来てる、ただこれじゃまだ足りない、まだ足りないんです。そうだろうな、どうでしょう、泣くんじゃないですか、泣いて、うん、まあ、無理なら無理で、うん、2着キープで、うん、ポンはしていく、うん、するでしょうね、はい、シャーポンからはチュン短期で最後まで行くか、何重ねてシャンポンかと、シャーポンしますよね、しますね、うん、ソーズの変化も結構有力的ですからね。そっか、これ一通とかもあるね、うんうん、一通になれば、シャーポンレアンパーそうじゃないですか。あ、じゃあもうここは原点こだわらずですか、うん、上がりづらいもんねチュン、じゃあ上がりづらいですよ、みんなそれなりに、例えばあの吉田近藤は点数欲しいところですからね、はい、確かに2人に浮かれて終わってしまうと、うん、ちょっと本当に迫られますからね、はい、ペンカン酸素、まあ順切って、ただ2枚切れですね、ああ取った、うん、変化ありますからね、はい、これ1つありますからね、ああこれはポンした、したやっぱそう、この方が上がりやすいですか、うん、ここは上がりやすさを高めていく藤崎、うん、これはさすがにテンパに見えますね、イーシャンテン、さあ藤崎決めることができるか、これを上がれば、まあ、20ポイント弱ぐらいの差で最終戦ということになりますね、うん、おお積もった、藤崎の積も上がり、白本一戦2戦の積も上がりで4回戦が終了となります。この4回戦も大波乱となりました。さあ4回戦はトップから1人浮き、これは大きなトップとなった山田、続いて藤崎、吉田、近藤の並びで終了しました。続いて5回戦です。